シュテディンガー十字軍あるいはシュテディンガー戦争は1233年から1234年にかけて教皇の承認のもとでブレーメン大司教などの軍がシュテディンゲンの農民と戦った戦争である。シュテディンゲンの農民はブレーメン大司教に属する自由農民であったが重税や財産の扱いへの不満から全面的な反乱が勃発した。 グレーメン大主教は権威を保つべく自力で鎮圧を試みたが失敗したので、機械の教会と教皇庁を動かし、反乱農民に対する十字軍の承認を受けた。これにより、小規模な十字軍が結成されたが、初年度は農民軍に撃退された。しかし、翌1234年にさらに大規模な十字軍が集まり、農民反乱を鎮圧した。 ヨーロッパの同じキリスト教徒を異端と認定して攻撃した小規模な十字軍は他にドレンテ十字軍やボスニア十字軍などがありしばしば同様の事件として比較されている17世紀のシュテリンゲンの地図シュテリンゲンの住民はもともとベイザー川とフンテ川の間の地域ブレーメンの対岸に住んでいた農民がフンテ川の北側にも住み着いた者たちであった沼や湿地の広がる この地域は12世紀初頭に初めて開拓され、人が住むようになった。この土地がシュテディンゲン、ラテン語でテル・ラ・ステディンゴールムと呼ばれるのに対し、その住民はシュテディンガー、ラテン語でステディンゲと呼ばれた。テル・ラ・ステディンゴールムとはシュテディンガーの地という意味である。これらの語源はドイツ語で沿岸あるいは岸辺を意味するゲスターでである。 ただ12世紀前半頃は、シュテディンガーラはホランディスなわち、ホラント人、あるいは単に、ルスティチと呼ばれていた。後に漁師との関係が悪化してからは、ベスティエスなわち、獣たち、とも呼ばれた。法律上は、シュテディンゲンの住民の大部分は、ブレーメン大司教領の族民で、そのミニステリアーレにより統治されていた。一部には、フンテ川の北側のオルデンブルク博の族民だった。 ものもいた。シュテリンゲンの住民は、1106年の時点ですでに、ブレーメン大司教フリードリヒ一世から、自由と地保有権や、教会建設権、一部納税免除などの特権を認められていた。こうした特権はまとめて、イユウス・ホランディクムと呼ばれた。13世紀前半には、シュテリンゲン住民は、ウニベルシタス・ステリンゴールムと呼ばれる明確な共同体を組織するようになっていた。 しかし、ブレーメン大司教は、イウス・ホランディクムを尊重しなかったので、シュテリンゲンの住民は、不満を募らせていった。特に問題となったのは、大司教が、住民に、本来の義務を超える税を納めるよう要求したこと、また大司教やオルデンブルク博が、農民の自由と地所有性を廃し、借地制に切り替えようとしたことであった。1204年、フンテ川の北のシュテリンゲンの住民が、 オルデンブルク博に対し反乱を起こし、二つの城を焼き払った。反乱は、フンテ川の南側にも広がり、大司教のミニステリアーレは追放された。農民たちは、租税と十分の一税の支払いをやめ、1212 12年、1213年、1214年に、大司教の城を攻撃した。1219年、新たに、ブレーメン大司教となった。 ゲルハルト2世は、シュテリンゲンを支配下に取り戻すべくすぐに行動を開始した。1229年のクリスマス直前、彼は、租税10分の1税体能を理由にシュテリンゲンの住民を破門した。ケルンの国王年代記には、彼らの増長により戦った者すべてに最大限の免罪が与えられることになった。こうした方針転換の理由はおそらく、 1232年から1233年の冬におけるシュテディンガーの優勢を打ち破るため、また新たに提唱されたルシファー崇敗者に対する十字軍との兼ね合いで、シュテディンガー十字軍が中途半端に終わることを防ぐためであった。1234年前半、前年より大規模で大々的な軍勢が集まった。これはドミニコ会がブラバント、フランドル、ホラント、 ラインラント、ベストファーレンで十字軍説教を展開した成果だった。下で年代記は、この時の十字軍は、熱狂的であったと伝えている。ただ、フリースラントのエモは、こうしたドミニコ会の説教活動が公的な裏付けに、基づいたものなのかという疑いの声が広がっていったと、記録している。エモの記録している中で最大の事件は、フリースラントのファイブル語で起きたものである。 アピンヘダムで説教をしていた二人のドミニコ会士が攻撃され、フロー人間に逃げ込んだ後、ファイブルゴの人々を攻撃する説教を始めたのである。すぐ近くのステッツと呼ばれる地では、地元の修道士がドミニコ会士の説教を妨害し、ロットムの聖ユリアナ修道院に投獄された。結局、ファイブルゴで十字軍への参加に応じたものはわずかだった。ブラバント港。 アンリ一世の印象を新たに十字軍に加わった諸公は、ブラバント公、アンリ一世、リンブルフ公、ハインリヒ四世、ホラント博、クロリス四世、ゲルデルン博夫2世、クレイフェ博ディートリヒ五世、ユーリヒ博ビルヘルム4世、オルデンブルク博夫1世、ビルデシャウゼン博ハ,ハインリヒ三世、ラーベンスベルク博、ルートビヒ、ブレダ領主、ショレン領主、 その他フランドルの男爵数名といった面々であった。以上の全員はオルデンブルク博家と関係があった。十字軍の諸公軍の総司令官はブラバント公が務めることになった。ザクセン世界年代記によればその総勢は4万人に上ったというが、実際には8000人前後だっただろうと考えられている。対するシュテディンガーの兵力は、 フリースラントのエモによれば1万千人だったというが、実際には2千人を超えることはなかったと考えられている。その装備は十字軍と比べ貧弱で、鎧の類は一切なく、武器もパイクや探検であった。下で年代記によれば、シュテディンガーの指導者たちは、タンムフォン・フントドルフ、ボルコ・フォン・バルデンフレス、ディート・マール・フォン・ディールクという名であったという。 それ以外に十字軍と戦ったシュテディンガーの名は伝わっていない。ドイツ騎士団はシュテディンガーを擁護し、最後まで強行と共に、武力衝突回避の道を探っていた。1234年3月18日、グレゴリウス9世はドイツにいる強行施設モデナのグリエルモに、書簡グランディスへとグラビスを送り、シュテディンガーと大司教の間の争いを仲裁するよう命じた。 しかしその手紙が届くのが間に合わなかったのか、もしくは大司教が、あえて無視したのか、いずれにせよ、対立は解消せず、春に十字軍の軍事行動が始まった。十字軍は、ベーザー川西岸に結集し、北へ向かった。そして、オフトム川に船橋をかけ、シュテリンゲンに進攻した。1234年5月27日、十字軍は、 アルテネシ近くでシュテリンガー農民軍を捕捉し背後から攻撃した。彼らは数度の突撃の末農民軍のパイクの槍ぶすまを突破した。農民軍が前進しようとして陣形を崩したところをクレーフェイハクが側面から攻撃した。ここに至って戦闘は十字軍の勝利と決まり全面的な虐殺が始まった。女性や子供も容赦されず、 殺され、生き残った多くの農民たちは沼地へ逃げ込んだ。一方十字軍側では、オルデンブルク博家の親族である、ビルデシャウゼン博が戦死した。ゲルハルト2世は、自身と十字軍が、聖母、マリアの介入によりもたらされたのだと記録している。アルテネシュの戦いでは膨大な戦死者が出たため、遺体は、集団墓地に葬られた。その数は資料によって異なり、2000人。 4000人、6000人、1万1000人というようになっている。これらの数字をそのまま受け取ることはできないが、いずれにせよ破滅的な戦闘になったという印象は伝わってくる。あのあるアーフォーデンセスでは、彼らの妻たちや子供たちも死んだことを強調している。生き残ったシュテディンガーは降伏し、大司教の要求を受け入れた。彼らの自由土地所有権は奪われ、北側の土地は、 オルデンブルク博の南側の土地はブレーメン大司教のものとなった。1235年8月21日、グレゴリウス九世は書簡エクスパルテウニベルしタティスを出し、シュテディンガーに対する波紋を説いた。フリースラントのエモによれば、シュテディンガーの中には、フリースラントを脱出して、北ドイツの都市に逃げた者も,もいた。イストリア・モネステリー・ラスティレンシスによれば、 フリースラントを脱出した者たちが、デルッダルストリンギアへという共同体を作ったが、13世紀後半にオルデンブルク博に攻撃されたという。アルテネシュの戦いの後、大司教ゲルハルト2世は、毎年商店祭の前の土曜日を、全ブレーメン大司教区の教会における、教会解放を祝う記念日とした。彼の提唱により、百三十四年五月十七日は、 してディンガーに対する勝利の日と呼ばれるようになった。ゲルハルト2世は記念日に歌われる聖歌や賛美歌を作り、おごそかな更新を行った後、貧者に施しを行った者に20日間の職有を与えるといった記念式典の段取りを定めた。この儀式はブレーメンで16世紀の宗教改革まで続けられた。リリエンタール修道院では13世紀を通じ、 シュテディンガーと戦い戦死した、ゲルハルト2世のアニヘルマン本立兵の記念式典が定期的に行われた。また、ゲルハルト2世は、このアニヘルマンをリリエンタールで記念する記念日も定め、オスターホルツ修道院を建設した。オルデンブルク博火も1233年に、シュテディンガーに攻撃された、フーデ修道院の土台に、天秤のモニュメントを設置し、 オルデンブルクがシュテディンガーを支配していることを示す記念碑とした。これを教会に寄進するにあたり、ビルデシャウゼンハクハインリヒ4世は、父ブルハルトとオジハインリヒ3世を、シュテディンガーと相対姿勢なる十字架のもとに殺されたオルデンブルクのハクたちと突起した。アルテネシュの戦いから700年後の記念日には、ナチスドイツが以前と全く違う記念行事を開催した。 ボークホルツベルクにシュテディンガーの村が復元され、記念日の1934年5月27日前後には、シュテディンガーを称える数々の再現イベントや演説、音楽イベントや行進が行われた。この時には、シュテディンガーは彼らを食い物にしようとした教会に立ち向かい、彼らの土地と自由を守ろうとした英雄とみなされていた。同時代の年代記者たちは、 農民に対する十字軍を実施するには、聖地や異端に対する十字軍よりも明確な正当性の確保が必要であることをよく認識していた。アルブリード・トロワ・フォンテーヌはシュテディンガーを悪魔崇拝者と関連付けようとし、他の年代記者は語り派と結び付けようとしたが、いずれも説得力に欠ける。ヘルマン・シュマッハーは、1865年のシュテディンガー研究において、彼らに対する 異端というレッテルは無根拠であり、無意味ですらあると断じた。より後の時代のロルフケーンは、ヨーロッパに広がる異端に、危機感を抱いていた。同時大臣がしごく真面目に、シュテディンガーの異端問題を受け止めていたとしている。シュテディンガー十字軍の歴史は、農民史学者や十字軍史学者から注目を集めている。ベルナーツ委員は、シュテディンガーの敗因は、前の十年ほどの間に、 彼らが限界を迎えていたことにあると指摘している。ツインによれば、シュテディンガーはすでに外部勢力を引きつけるような魅力を失っており、同盟者を得ることができず敗れた。1970年代以前のシュテディンガー十字軍研究は、もっぱらイデオロギーの絡んだ目線で行われていた。シューマッハーはシュテディンガーを、封建性からの解放を希求する、者たちと捉えた。 国家社会主義者たちは、シュテディンガーを圧政と外部の境界に立ち向かう自由、ドイツの代表的な英雄とみなした。東ドイツ史学では、シュテディンガーは、貴族の強欲に反撃する抑圧された、労働社会級とされた。ありがとうございます。